高校生の就職活動が今月から事実上始まりました。今年の求人倍率は統計開始以降過去最高となり、就職現場は大きく変化。企業にとってはまさに人材の争奪戦が始まっています。私は佐賀工業高校進路指導部の江田です。ちょっと待ってください。この時期進路指導の先生たちは大忙し。はい、出ます。その理由は、弊社の佐賀工場と武雄工場の求人票をお持ちいたしました、はい、今月から事実上スタートした高校生の就職活動です。選ぶのが大変だ、たくさんありすぎて。超売り手市場の今、企業の争奪戦が始まっています。非常に今人手不足で、とにかく若い人が欲しいということで、瀬戸くださいということで言われています。今月上旬、佐賀工業高校進路指導室の壁には、企業の名前と時刻が書かれた付箋が何枚も貼られています。たくさん、電話連絡で、この日に何時に来たいということでのいつも、連絡が入っています。その予約の受付が、表がこういうふうになります。今月1日からは企業の学校訪問が解禁。この学校では多い日で1日60社が一斉に訪れました。結構な数が。おはようございます。すいません、今日はもう朝早くからありがとうございます。とんでもございません。すいません、この度はお時間いただきまして、すいません、ありがとうございます。企業側は学校に求人票を手渡し、労働条件や職場環境をアピールします。同業他社様 その給与の兼ね合いとかですね、はい、若干、なんて言いますか、初任給は、はい、上がっています。ありがとうございます。一番は休日をちょっと今回増やしてます。はい、インターンもですね、随時受け付けてますんで、ぜひ来ていただけて、会社の雰囲気も、明るい方だと思うので。今、県内でも高卒の人材は引く手あまた。今年の新規高卒者の求人倍率は 2.52 と、統計開始以降最高となりました。背景には、企業の人手不足や生徒数の減少、進学率の高まりがあります。一人でも多く毎年取りたいっていう思いで来てるんですけど、なかなか思うように採用がいかなくてですね、はい、ちょっとなんとかという思いで、すがる思いで来てます。今までは求人出してたら来るっていうようなことがあったんですが、もうここ数年でですね、もうそういったこともなくなって、弊社の、長所とかをアピールして、ぜひ当社に、弊社に来ていただきたいなっていう思いで、今回、先生とお話をさせていただきました。一方、この時期生徒たちは求人票を見て志望先を選んでいきます。とは言っても、高校生にとってはわからないことばかり。なんで事業所と工場ってどう違うんですか？だけど呼び方の違いよね。例えば支店っていうのがあったり、支社っていうのがあったり、事業所、工場。この高校では現在の求人がおよそ1500社と10年前の3倍に。求人数はおよそ1800人ですが、就職希望者はおよそ180人、10倍の求人がある計算です。選ぶのが大変だと、たくさんありすぎて、もうどっから絞っていこうか。職種と、福利厚生とかの所得実績とか見て、あと給料とかも見て考えてます。やはりもうやっぱり基本給とか、やっぱりボーナスとか休みが多いとか、
正直な話、そういったところがウエイトが大きいかなと思います。高校生の争奪戦となっている業界の一つが建設業。住宅のリフォームなどを手掛けるこちらの会社では、社員12人中9人が高卒の人材です。一人前になるための仕事をさせてもらってる感じで、まあ、たくさん難しいことが出てきて、まだまだですが、まあ、これからも貢献できるように頑張っていきます。県内の建設業界で働く人はおよそ3万3000人と、25年間で4割近く減少。このうち29歳以下はおよそ1割と極端に少なく、高卒の人材が特に重視されています。みんな素直で真面目ですね。変に薄れてないといいますか、いろんなことを小さいことでもどんどん吸収していってくれるんで、成長していっているのがこちらから見ても、手に取るように分かるという感じですね。一方、こちらの企業でも高卒の社員が多く活躍していますが、昨年度は4年ぶりに新入社員がゼロに。欲しかった高卒の人材が採用できませんでした。昨年がゼロということで、非常にへこんどりまして、まあ、福利厚生も充実させて、もっと働きやすい、選ばれやすい職場にしたいと思いますね。人気が集まる若い力。高校生は今後求人票をもとに志望先を選び、面接の練習などを経て9月中旬から始まる採用試験に臨みます。